やっはろー、パンダことパンです。このチャンネルでは週刊少年マガジンで連載中の東京リベンジャーズについてのまとめ考察動画をアップしているので、もしよければチャンネル登録のほどお願いします。コメントもいただけると動画作成の励みになるので嬉しいです。今回は233話までの内容をもとに、タイトルの謎と竹道を救う存在について考察していきます。今回の項目はこちら。1233話、ストーリー振り返り。2、タイトルの謎と意味。3、竹道を助けるのは。まずは233話のストーリーについて簡単に振り返りましょう。233話、 Better late than never、遅れてもやらないよりはマシでは、232話の愚者音の続きで、マイキーくんがサウスの顔面を何度も殴り続ける場面から始まります。マイキーくんがとどめを刺すと同時に、竹道はサウスの元へ歩み寄る。竹道はサウスが息をしておらず亡くなっていることを確認する。マイキーくんがサウスを殺したことに騒然とするその場にいる一同。その光景を見て、カントンマージ会のココが、みんな聞け、センジはサウスに負けて、そのサウスはマイキーに負けた。東満の勝ちだ。この抗争はこれで終わりだ。解散だ。みんな吐けろ。と殺しにまで発展し、収拾がつかないこの場を収めようと、みんなに語りかけます。一方、マイキー君にやられた拡張は意識を取り戻し、ハイタニランに肩を貸してもらう。場面は戻りマイキー君へ。サウスを殺したマイキー君へ竹臣は、マイキー、てめえそれでも人か、そこまでやる必要なかったろ、と叫ぶ。その竹臣の前にマイキー君が立ちはだかる。そして顔面を一蹴り、てめえも死ねばいい、とつぶやく。そこに右手を折られた竹道が涙を流しながら割って入る。マイキー君は、またてめえか、と竹道に言う。こんなのダメだよ、間違ってる、と叫ぶ竹道に、マイキー君は左フックを浴びせ、竹道を吹っ飛ばす。ココはそんなマイキー君に、マイキー、もういいだろう、解散だ、と伝える。しかし、ココの言うことを聞かないマイキー君。さて、どうやって死にて、と竹道と初対面の頃と全く同じ発言をするマイキー君。あの頃は、なんてね、と冗談でしたが、今回は違う。問答無用に竹道の顔面を殴り続けるマイキー君。竹道の顔がボロボロになり、マイキー君が殴る瞬間の顔がアップで描かれ、233話は終了します。233話で驚くべきことは2点。1つ目は、いとも簡単にサウスが殺され、3点の2強が負けてしまったこと。2つ目は、マイキー君はもう止まらず、ココの言うことも聞かず竹道を殺そうとしていること。正直なところ、最終章序盤ではマイキー君と同等の力を持つとされていたサウスやセンジュがこんなにも早く倒され、マイキー君一強が顕著になるとは夢にも思いませんでした。そんな最終章の展開が毎度目まぐるしい最中ですが、早速考察をしていきます。まずはタイトルの意味。今回パン的にとても目についた部分、それは233話の表題。パンは毎回その話のタイトルの英和表記を和訳してこの動画考察で伝えています。東京リベンジャーズの表題は毎度英訳で、英語がわからない方からするといまいち読んでいる途中にピンとこないかもしれませんが、毎度話とリンクしていることが多いんです。230話の表題はゲットスタックアップで天狗になるという意味で、竹臣が昔天狗になっていたという話。231話でマイキー君の黒い衝動が完成してしまった時は、ブラッドチリングで血が凍るようなという意味でした。しかし今回233話はバターレートザンネバーで、遅れてもやらないよりはマシという意味。この表題を見て233話を見切った時にハテナマークが頭に浮かびました。あまり今回の内容からはピンときませんよね。おそらく今回の表題は竹道の気持ち。竹道は毎度誰かが死ぬことを食い止めてきました。
そしてその毎回において体がすぐに勝手に動いていた。しかしこの三点戦争における竹道はというと、傍観者としてしか構想に参加していませんでした。目の前で千住がやられ、目の前で予知していたにもかかわらず、サウスやマイキー君に殺されてしまった。サウスが殺され、竹道は動き出す。竹臣が殺されそうになるところを止め、体を張って自身がターゲットとなりました。これ以上犠牲者を出したくない、これ以上マイキー君に罪を重ねさせたくない、そういった気持ちが竹道を動かした。そしてそんな竹道の感情こそ、今回のすでに死者を出してしまい遅れてしまっているけれども、ここでマイキー君を止めないよりは今から止める方が良いといった今回の表題につながったのではないかと思います。続いて今後の展開。233話でマイキー君の標的になってしまった竹道、黒い衝動に完全に包まれてしまったマイキー君は、今回233話の描写では自ら止まるようなことはないように思われます。そしてそれは主人公である竹道がこの場で死ぬことはさすがの東京リベンジャーズでも万に一つもないと思いますが、仮に死んだ場合でもおそらく今のままではマイキー君は他の標的を殺しに行き、抗争は終わらない。ということはこのマイキー君を止める明らかなきっかけが必要になります。このマイキー君を止められる存在、候補者は一人、それは竹道本人。今まで殺人衝動に駆られたマイキー君を救ってきたのはもちろん家族や初期東京卍会メンバーの存在も大きいですが、カズドラ君の時もしかり、竹道本人でした。もちろんそのバックには元東京卍会のメンバーの存在がいます。カズドラ君の時はバジ君を思い出させる役目を果たしたと言えるかもしれません。そして今回はもちろん黒い衝動が発動してしまったきっかけであるドラケン君の存在が大きい。このドラケン君の思いをマイキー君に共有することで、一時的にマイキー君の呪縛が解かれるかもしれません。そしてもう一つの可能性、それは外的要因。序盤にあったような警察の介入、あるいは一時的に眠らせる薬の投与でなければマイキー君は黒い衝動から構想中に抜け出すのは難しいレベルにまでなってしまっていると言っても過言ではありません。その薬の投与は事態を収めたい9日、構想であまり出番がない三途、または元東京卍会のメンバーの新たな登場によって果たされるのではないでしょうか。はい、ということでタイトルの謎と竹道を救う存在について考察をしていきました。この動画がちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。バイバイ。